じゃあ食うご飯屋さんとかももう大体同じところじゃないですか、でも行くとしたらあんま新しいところにバー行くよりか。そうですね、僕ご飯めちゃくちゃ好きなんで。あ、ご飯好き。大好き。グルメなんですか。グルメってか食べることが好き。食べるの好きですね。ほうほう、美味しいご飯やっぱ大好きなんで。はい。なんか日本ってめっちゃご飯のレベル高いじゃないですか。高い。めっちゃ高いですよ。間違いない。もうそんな僕も飯の国ですよね。その死ぬほど海外行ったことあるわけじゃないですけど、うんうん、まあ、何回か行かせてもらってて、うん、やっぱ思うのは日本の飯のレベルの高さ。高い。その高いもんがうまいのはもちろん当たり前ですけど、うん、この金額でこんなクオリティのもん出てくるのみたいな、うんうん、それこそもうその牛丼なりカレーなり何でもそうですけど、うん、この金額でこんなクオリティなんですかっていうのがめっちゃあるんですよ、うん、居酒屋行ってもワタミとか行っても、うん、この金額みたいな、うん、でもこんなにうまいっていうのは多分日本しかないんですよね。はいはい。し何が好物なんですか。うわ、何好きなもの。好きなもの。好きなもの。じゃあまず今日何食いました。今日タッカンマリ食べました。ん、うん、ちょっと待って、何ですか。何なんか韓国の鍋なんですけど、韓国の鍋、韓国の鍋なんですけど、そんなに日本の飯うめえって言いながらここ来る前に韓国の鍋食ってきた。いやだからやっちゃったなと思って、俺こんな話してる時にやっちゃったなと思ったんですけど。うん、でもタッカンマリ。はい。でも、うん、多分わかんないですよ。韓国で俺食ったことないからわかんないですけど、うん、韓国で食うよりうまいんですよきっと日本の方がね。言い切りますね。はい。いや、うん、でもそうじゃないですか。日本人用に作られてるから。うん、確かに。本場の味は多分本場の味あるんですけど。うん、あのインドカレーと一緒ですよね。そうですそうです、はいはいはい、日本のカレーの方が結果日本人は馴染みあったりするじゃないですか、うん、なんか違えなみたいな、うん、あっち行って食べても、うん、ってなるから、でも僕はそっちの方が好きなんですよ、はいはい、日本人のこんなうまかったですか。めっちゃ美味しかったです。何系の鍋ですか。俺食ったことないんですよ、そのタッカンマリっていうの。てかそもそもどこで食えんだっていうくらいで、いや鶏肉とじゃがいもとネギ、うん、鶏肉とじゃがいもとネギのみ。ポトフじゃないですもんね。ポトフじゃないです。ポトフではないですね。ポトフじゃないです。そんな急にフランス感は出てこないんですけど、そのもうそれをただ鍋で煮込んだだけの料理なんですけど、うん、ちょっと水炊きに近いですかね。へー。一番近い。ご飯とかも入れるんですか。じゃあおじやみたいにもする。いや、しないんじゃないかな。でそれだけを食べるんですか。米は食わないですか。食わないです。それだけを食べるんですか。はい。食べないな。なんでですか。水炊きもでもそうじゃないですか。もう水炊き食べないですよ僕。あ、マジですか。食べないです食べないです。水炊きってどんなんでしたっけっていうぐらい。え水炊きわかんないです。何食うんすか逆に。俺ですか。とんかつ。あ、とんかつに対してめっちゃ切れてましたね。キャベツ食うやつはこんなみたいな。そう言ってましたよ、ね、とんかつ食いてえのにキャベツ食ってさ腹いっぱいになっちゃうじゃんと思って。いや嬉しい、これ生で聞けた、これめっちゃ嬉しいわ。いや許せないっすよ、はい、本当にあんな山森富士山みたいなキャベツ食われてとんかつ出すやったらしいし、肉食いたくて言ってんのにあんな緑なもん出すんじゃねえ。ガチャピン食のさ、ね、草の山のせやがってみたいな、はいはいはい、バカみたいに盛る店もあるじゃないですか、はい、ちょっとだったらいいっすよ。ありますありますあります。そうバツンみたいな、もうほんときつくて、はい、肉食いたき肉食いたいんで。わかります。彩りとか言うんすよ、はい、だったら食えるキャベツじゃなくてもう彩りのいいなんか偽物のキャベツ。わかります。すっごいなんで食えるやつ乗せてんの。そう基本肉、ね、食うっすね俺。とんかつの、うん、はい、端あわかります。だめだめ俺が食べるからそれ。端好き。端僕あんま好きじゃない。どっちかよ。なんだよ好きかと思ってかぶって俺取ろうと思ったのに。嫌いなんだ。いやいや嫌いじゃないですけど、僕もともとお肉食べれなかったんですよ。はいはい。ちっちゃい頃、うん、一切肉食えなくて、うん、もうその飲み込めない、噛むけど、うん、飲み込めなくて、うん、家族で焼肉屋とか行った時地獄だったんですよ、うん、食えないから、うん、一生サラダしか食えないみたいな、うんうん、もうなんか、うん、もうちょっとベジタリアンみたいな感じだったんですけど、はいはい、ようやく大人になって、うん、その食べれるようになったんですけど、うん、やっぱりその脂っこいものを食べると、うん、もたれちゃうんですよ胃が、うん、そのちっちゃい頃から食べてなかったから、うん、初めてなんですよまだ僕らお肉、うん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 、だから慣れてないんです内臓が、はい、でまだ多分消化しきれないんですよ僕の体が、ほうから脂っこいステーキとか、ほう、あのとんかつのあの端のありますね、足これ、ね、一番脂身のある部分、うん、この、うん、楕円の半分みたいなやつ、うんうん、あれ食べるともうお腹いっぱいになっちゃうし、
はい、気持ち悪くなっちゃうんです。じゃあさっきの韓国のマリモッコリでしたっけ、なんかあれは、マリモッコリはゆるキャラかなんかでしょ。あれはカンドリね、あれは大丈夫なんですか。あれは大丈夫、脂っぽさないの。鶏肉なんで、鶏肉が食えるんですよ。あ、鶏肉が食えるんだ。鶏肉が食えるんですよ。へえ、はい、そうか。あ、アイステーキとか脂じゃ焼肉もきつい。きついっすね、ジューみたいな、はい、しかも飛ぶし、うん、きついっすね。ねえ、匂いもすごいし、はい、最悪じゃん。最悪っす。でも焼き肉屋的に回しました今。いやいや、でもものによっては食べるんです。ロースとか。ああ、はい、カルビは食べる。カルビ脂っぽいからロースはちょっと赤身。ロースとか赤身系だったら食べれる。内臓はどうですか。内臓、内臓全然食べれます。ミノとかレバーとか、レバーは大好きなんですけど、うん、マルチョウとかがちょっと食べれねえじゃねえか。いや、内臓めっちゃあるじゃないですか。いろ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 、めっちゃ内臓食べれますよって言うから全部いけんだなと思ったら、いや、メリチョウ、マルチョウだけちょっとごめんなさい。それ以外は全部食います。内臓全部食います。ああ、なるほど。マルチョウ、あのブヤーっとしたやつがちょっと、そうなんですよ。あれだってもう油じゃないですか。あれ油もそうですね。食感もダメですか。ああいう食感もダメですね。じゃあお寿司とかのイクラとかは大丈夫ですか。プチュッジュワーってなる。全然大丈夫です。いけんだ、全然いけんだ。イクラ大丈夫でしょ。魚卵は大好き。いけんだ。なるほどね。何で持ってるんですか。足んないでしょ、そのイクラ出す機会ないでしょ俺に。いや、次までちょっと握っとこう。いやいや、こう食べないですよ。握ってるから食わないですよ。えぇ、ー、イクラが嫌いとか。ちゃんと綺麗しますよ。いやいやいや。そうか、肉もそう。じゃ普段何食ってるんですか。でもコンビニ飯とかも食わないじゃないですか。絶対食わないですね。絶対食わない。ゼが強一強い。絶対食わない。絶対食べない。うん、うまいんすけどね。うまいのは分かるんですけど、はい、でもしばらく食べてないですか、コンビニ系の飯は。食べてないっすね、もう年単位で。うん、すごっ。そういえば健康的な意味もあるし。いや、っていうか僕、うん、本当にご飯が好きなんで、あの僕の一食を奪わないでほしいです、コンビニで。本当に僕の大事な一生の中で。じゃあ、まあもう水も回収しますよ。回収します。すいませんね。富士山から水汲んでくればよかったですね。そんなグルメなら。すいませんね、申し訳ないですね。やめてくださいよ。そんなことないですけど。そんなことないですけど、でもご飯って一生で食べれる回数決まってるじゃないですか。まあそうですね、生きてる間。はい、はい、多分5万とか、うん、5万食ぐらいしか食えないですよね、残りの俺の人生で、はい、ってなったら、いやいや、1日3食だって書いてるんですよ、うん、5万食、5万食も食えますよ。いや、もうじゃないんですよ。5万食もですよ。だって俺あと多分3000食ぐらいで死ぬわけだ。短すぎるでしょ。短すぎるでしょ。2年ぐらいで死ぬじゃないですか。いやいや、その大切な食事の限られた回数の中でちょっとやっぱしっかり自分の食べたいものを食べたい。そうなんです。だ、簡単に作られたものはまあまあ分かるよ、みんなさんが食べるのはいいんだけど、うん、でも自分はちょっとそれを好んでは食わねえなっていう。そうです。いや、もちろんうまいのも知ってるんですよ、はい、最近セブンとか。そうですよね、あのセブンプレミアムとかあるじゃないですか。はいはい、いろいろ。めちゃくちゃクオリティ高いじゃないですか。めっちゃうまいですよ今。ローソン知ってます。ローソン、これが弁当知ってます。知らないです。これがあの厚焼き弁当とか、これがハンバーグ弁当、これが唐揚げ弁当って言ってよりこだわった弁当なんですよ。ちょっとお値段します。600円ぐらい、600、700円ぐらい。結構しますね。するんすけど、めちゃくちゃクオリティにこだわったお弁当出てんすよ。600、700円あるんだったら、うん、ラーメン食った方がよくないですか。ラーメン食えない人もいるんすよ。600、700円あんのに。現場で仕事してたり忙しい場合は、もう本当にラーメン屋まで行く時間もないから、はいはいはい、フラッとコンビニ行ってちょっと今日は美味しいもの食べたいの、お財布に余裕あるなって時、これがっつって。なるほどね。そうなんすよ。そういう人でも600、700円使わないと。ヒロみたいにグルメでご飯食いたいってプラプラ歩けないですよ。いやいやいや、急に攻撃的になってる。なんで俺そんな急にアンチになったの。そろそろいいかな。いや、とんかつの箸食べれないと。ちょっと食べれなくないっすよ。もうこの人とんかつ食ったことあんのかな。いや、ありますよ。トンのカツ知ってるのか。キャベツばっか食ってんだろうなと思って。ねえ、いや食べますよ、とんかつ食べますけど。俺でもあのあれ安けどね、とんかつ屋さん、その最初こだわってるとんかつ屋さんとか行ったことあります。ありますあります、ありますよ。あのなんか最初塩で行ってくださいみたいな。あ、ありますあります。だいぶ通しくないですか。あれありますね。まあまあとんかつだけじゃなくていろいろありますよね。ありますあります。この店はこうだよみたいな、はい、蕎麦とかね。蕎麦、はい、最初そのまま行ってくださいみたいな、はいはい、絶対びしゃびしゃにつけた方がうまいだろ。なんでお前、なんでこう蕎麦だけ食わされる。その数でよく乗り出しびれましたよね。もうその典型的なお店ここっすよ。なんでですか。いや、もう乗り出しだから。お前らこうやって見ろよ、これが一番面白いから。一番うるせえやつじゃん俺。一番うるせえ大将よ、よっみたいな。お客さん分かられますか。
いやでもおもろいですから、ね、思ってる多分、はい、その自分が当ててるフォーカスがきっと一緒なんですよ、うん、僕は、はいはいはい、からあ面白いなって思うんですけど、うん、多分理解できない人からしたら、はい、めっちゃ鬱陶しい感じなんでしょうね。そうだから好きな人と、まあ、あの嫌いな人が同じぐらいいるんでやっぱりそうなんですよ。確かに飯で指示されるの嫌っすよね。嫌ですよ。お金払って食べてるわけだから、そうそうそう、好きに食べたいなっていう、うん、はあ、分かるんですけどね、そのこだわりも。二郎はいけんすか。いけます、いけます。二郎でもこだわり強いじゃないですか。それは大丈夫なんですか。なんかあれはいけるんですよ、ね、あれはいける、あれ、自分の許すものはいいけど、うん、なんかそういうなんか指示するようなプラッと行ってみて、初めて行ってみてそうやって言われるとちょっとみたいな、ちょっと嫌なんですよ。それだからそれ二郎とかは、うん、もうバカみたいな味してるじゃないですか、これいい意味でいやいい意味でね、いい意味で、これは本当にいい意味でバカのバ強かったかな。いやいやいや強かったかな。いい意味でもう、うん、なんかもうあれだけを食らいに行ってるじゃないですか、うん、あれを、はいはい、あの味を求めて行ってるから、うん、いいんですけど、うん、他のご飯行った時に、はい、その味を求めてないじゃないですか。そば一本とその最初のそばだけを食うのを求めてないじゃないですか、うん、求めてない。そばが食べたいな、ポーク行きたい、うん、そうそう、とんかつもとんかつにソースぶっかけて食いたいな、ソーサーですか、とんかつは。僕ソーサーです。あうわ出た、そういう感じ。何あそっか、なんすとんかつまだ知らないですね。塩とかなんとか言ってましたけど、塩とかなんとか言ったことありますみたいな。何で豚ですよ俺。いや調理される側じゃない豚の気持ち知ってんだから。何で食べます。とんかつは味噌っすよ。味噌味噌味噌食ったことあります。味噌カツ。え、名古屋のやつですか。名古屋のやつ、名古屋のやつ。うわマジでなんでうわなんだよ、こんだけなんかあげといて言うから何言うのかなと思ったら、味噌カツ。どうめっすか。味噌カツっすか。味噌食べたことあります。ありますよ。でもちょっと合いませんでした。甘いやつですよ、ね、甘い、そうそうそう。うーわ全然からしつけました。からしつけてない。あいやいやいや腹立つかも。いや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 、そうです。ああなるほど。だって確かに味噌苦手な人多いんで、その時にこう味変できるようにからしがあるんですよ、とか白ごまかけたり。味変とかじゃないんですよ、はい、もう最初の味が無理なんですよ。そうだから買え飽きたな。あもう味噌がダメなんです。そう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 、カツに味噌が乗ってるのがダメ。そうです。味噌自体もダメ。味噌は好きなんですけど、田楽とかには大丈夫。甘い味噌が好きじゃないんですよ。甘い味噌か、うん、でも味噌煮込みうどん僕めっちゃ好きなんですよ。はあはあはあ、まあ、なんか有名ですもんね味噌煮込みうどん、はい、はいはい。でもなんかその味噌カツとか、うん、嫌いなんですよ。田楽味噌とか、そう、意味が分かんない。いや、ナスの上に甘い味噌乗っかってる、はい、意味が分かんないですよ。なんでだよ、そんなコート習ってなかったじゃん昔。まだ子供なんだよ。いやいや違う違うでしょ。これはもう好みの問題でしょ。でも確かにそれは言われる。なんでカツに甘い味噌なんだみたいな。そうですよ、だってもうびしゃびしゃになりません、あれ乗っけたらカツが。びしゃびしゃダメですよね。あげた意味なくないですか。だってそしたら、いやいやいや俺は全然大丈夫。かわいそう。俺先日もとんかつ作って、はい、Amazon で名古屋のヤバトンのそのヤバトンってお店があるんですけど、はい、その味噌買ってつけましょう、買ってまで。かわいそう。何が、誰が、俺が、違うわ違うわえ、とんかつが、とんかつが味噌かけ、さっきあんだけ豚の気持ちわかると思いました。望んでないよ、豚はそんなこと望んでない。望んでじゃあ大切なのは食べられることが一番大事だから味噌かけようが塩かけようがソースかけようが、いや望んでない、豚はあんなことは望んでない、そんなことない、食べないことのが豚にとって可愛いから食べなくない、そうやって言ってね。だって箸食べない人に言われたことない。食べなくないですよ。箸食べないじゃん。食べます食べます食べるけどじゃあ箸食べてるあ写真ついてあげてね。わかります。いいですよ、ね、いいですよ。箸は絶対食べないと。一人で食べるだったら俺は全部食べますよ。なるほど、じゃあかなり飯にこだわってる。うん、好きです。でもどうやってそういうお店見つけるんですか。いろんな店あるじゃないですか。結構ね、人から聞いたりとか。そうです、ご飯好きな人のその界隈ってあるんですよ、うん、それこそまあご飯屋さんのその大将だったりとか、うん、シェフの人と仲良くなるとか。すげえ。ほん、はい、もうそれで連絡先こうそこで交換して、うん、それまた行くときにとか、うんうんうん、でなんか豊洲とか僕行くの結構好きなんで。豊洲、はいはいはい、あの市場、市場、豊洲市場、あれところで朝方なんかこうフラフラするの好きなんですよ、うんうんうん、というところでなんかその人と会ったりとか、うん、またバッチバッチで仕事できてるんでしょうけど、はい、それで「あっ!」ってなって「なんかあこれ美味しいですよ」と言われて買ったりとか。すごい、うん、っていうのがすごい好きなんですよ。大将とかって。俺もでもねありますよ。俺も
俺もその近所のスーパーの店員と仲いいですよ。いやいやいや、店員さん何もしてないでしょ、別にレジ打ちだけでしょ。いやいや、もうあのこう商品入れたりとかして。いやいやいや、リスナーで、リスナーでね、リスナーでそう、今日これ安いっすよとか、マジで何安いの、赤飯安いっすよ、やったーみたいな。俺も違うじゃん、それそれなんかその仲良くなる理由がなんか不純じゃないですか。リスナーだから仲良くなったでしょ、それ完全に。そうでしょ、関係ないじゃん、店員さん。そんなあんま出会いないからな、ご飯屋さんか、うん、バーとかは結構知り合いがいるんですけどね、僕は。あ、逆に逆にそうなんですよ。バーですか。お酒は俺飲まないんですけど、やっぱ配信者の仲間とかがみんな結構飲む人も多かったりとか、こう普段配信やってるんで、そのオフの場で弾けたいって人もいるんで、はいはい、そういうなんかこじんまりとしたところに入ったりするんで。へー、バー全然知らないな。そういうところにこもったりとかするんですけど、ご飯屋さんは多分俺バカ舌なんですよ。何食ってもうまいんですよ、うん、なるほどね。そうです、なるほどね。って言うとリスナーはお前バカ舌だよみたいな。でも高いものがうまいは当たり前じゃないですか、さっきもおっしゃってましたけど、はいはいはい、そうだけど、バカ舌って高いもの食っても安いもの食っても全部うまいなと思うから、一番得してる人だと思ってるんですよ。まあそうですね、何食ってもうまい。確かにコンビニ飯から寿司までいけるんで、うんうん、最強だなと思ってるんで、なんでどこ入ってもうまいんですよ。そこにあんまりこだわりなくて。ああ、なるほどね。ただなんかその一つの店行ってメニュー見てこう選んだりはしないです。この店ではこれを食うって決めてるんですよ。ああ、はいはいはい、もう入ったらいつものみたいな、はいはいはい、コンビニも同じです。ああ、もう冒険しない。これ食いたいからローソン行く、これ食いたいからセブン行くみたいな感じなんで、もう全部決まってます。へー、そこはなんか新商品とかじゃないですか。もう全くもう見向きもしない。全く見向きもしない。なんでこれからも曲出してアルバム出しても見向きもしない。アンチテーゼ、なんでですか。見向きなんで。俺はアンチテーゼ好きなんだ。アイフォンメス聞いてくれたじゃないですか。めちゃくちゃ最近の聞いてる。なんで。一直接おめでとうございます。ありがとうございます。そう、聞くのっすね。すごい分かるんですけど、僕もその時期あって、はい、もうずっとそうだったんですよ、うん、もうあ今日何々食べたいな、うん、これ食べたいとかでこのお店行こう、うん、でもずっとそうだったんですけど、だからもう 4,5 パターンぐらいしかなかったんですよ。ほうほう、自分の中で、うん、でもそれこそさっきの話と一緒で、うん、なんかその美味しいご飯屋さんってきっとめっちゃあるよな日本って、うん、と思って、なんかこれ知らないで日本で生まれたのに、うん、もったいないなと思っていろいろ行くようになったんですよ、ご飯屋さんに。ご飯屋さんに、それが一番最初のきっかけです。そん中でも外で食べるのが何が一番好きですか。魚系とか韓国料理が好きとか何々が好きとか。でもお寿司ですかね。寿司、あ、俺も寿司好き。お寿司いいですよね。寿司好き。作れなくないですか。作れない、うん、絶対に、うん、一番作れないじゃないですか、うん、イタリアンとか、うん、フレンチとか、うん、まあ、和食とかって、うん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 、まあ多分すごい突き詰めてったら超大変なんですけど、うん、全部で、ね、でもなんだかんだ YouTube にそれっぽいのは、うん、はい、載ってるじゃないですか、うん、で多分結構なクオリティまで近づけられるんですよね、うん、今このご時世、うん、でもお寿司だけは多分ね近づけられない気がするんですよ。わ、うん、かります。そのわかるよ、わかります、うん、だからもうあれが一番やっぱ外で食うべきものだな。わかるけど矛盾してるよ。握ってんじゃん、大丈夫。プロって認めた方だったら大丈夫。それもさっきと一緒、プロって認めた人だったら食べれる。じゃあさ、食ってみてそこで判断するんですか。食べて、あ、プロだな。あ、いやいやいや、もうそのお寿司屋さんっていう構えてるじゃないですか。構えてる、構えてる。ガラガラガラの瞬間から。そうです、そうです。お金払ってるし大丈夫です。これは全然大丈夫です。もうそこまで言うなら行く時も袴着て行ってください。なんでですか。もうなんでですか。この格好で行っちゃダメ。もうなんで寿司うるさいんだから。ちゃんとビシッとして、ここに頭にハチマキつけて、ちょっと角度つけて。いやいやいや、こうやってそれ逃げる方でしょ、それどっちかって。俺がそっち側で行くの。それぐらいで行かないと。はあ、僕の寿司好きで、出前館で頼むんですよ。え、出前館で。珍しいです。最近ハマってもう週に 2,3 回はずっと食ってる。でもそこお寿司屋さんなのに、うん、バラチラシが一番うまいですよ。ありますね。そうっす、だってバラチラシばっかずっと頼む。放送でリスナーと、ここはバラチラシがうまいよみたいな。バラチラシってめっちゃうまいっすよね。うまいっす。めっちゃかっこいいんですよね、なんかね。はいはい、わかります。ガーッとお気に入りの寿司屋さんとかもある。ありますあります。食べましょう。言いましょう。食べましょう。すげえ食いますよ。何ですか。すげえ食う。まあすげえ食うとかないですけど。すげえする。すげえ食いますもんね。横に並べていったら25メートルプールぐらい食いました。そんな食えない。順番に。そんな食えない。すごい寿司食うす。てかコースですからね、その。コース？決まってますか、出てくるお寿司。出ても決まってる。それ大丈夫。自分の食べたいもの出てこないかもしれない。それはいい。それは大丈夫です。それは大丈夫です。
さっきの塩と変わんなくないですか。いやいや、塩と その寿司を、うん、例えば一回ちょっとネタ外してもらってとか、うん、って言われたらいや めんどくせえなってなるんですけど、うん、出されたらもうそのまま食べるだけじゃないですか、うん、それはもう別に全然もう任せてる、任せてる。はぁ、まあ、ちょっと嫌ですけどね、コースコース、うん、疲れます。俺も自分食べたいばっかもうずっと食べ続けるんで、うなぎとかホタテみたいな、はいはい、バク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 みたいな、はいはいはい、でも一回新宿の歌舞伎町に行った時があって、はい、仲間といつも食べてるお寿司屋さんがあったんですけど、うん、たまたま満室でパンパンになったんで、はい、違うとこ行こうってスッて入ったら全部怖い人ばっかになってて、ありました8人ぐらいいて、紫色のスーツ着てたんですよ。みんなそんな実写竜がごとくみたいな。そうっす。っていうかこれです、もう本当にあの清原さんみたいな顔みたいな人も出す人間違えてる人考えたってブワーって言って、まあちょっと新宿はね怖いです。だからお寿司屋さんちょっとそれで怖くなっちゃって、同じとこしか行けなかった。ガラッと開けたらもう変えなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい、みんな竜がごとくみたいな感じでしたらちょっとなみたいな。確かにな。そうなんですよ。なんでいろいろありますけど、お寿司どのエリアがうまいですか。お寿司でも銀座とか10番とかじゃないですかね。10番出た。言わないですもん、10番なんで。ちゃんと麻布10番3って言ってますもん。3はもう10番はもう言い慣れてますね。いやいやいや、10番みたいな、ね、だから麻布って言ったらちょっと変な感じじゃないですか。いや、どこそうなんですか。麻布って変なんで、西麻布もあるし、はいはいはい、南麻布もあるし、はいはいはい、結構いっぱいあるんですよ麻布。麻布は意外と広いですね。じゃあ広いんですよ。へえ。麻布10番もやっぱ10番ですよ。麻布ら辺って言ったらあのラファエルのカレーパンぐらいですよね。知ってる。あ、そうなんですか。そうす、食いに行ったんです。本年から売ってたんで食いに行った。へえ。そうです、思いましたけど。へえ。10番ね。お寿司うまいですか。美味しいお店ところがある。うん、あ、多い気がしますけどね、10番。へえ。でもあの辺になるとやっぱ看板よく分かんなくないですか。もうパッて見たら寿司屋じゃないんじゃないですか。こんぐらいの、あの、一つの、表札ぐらいのところが、小さ入り口に貼ってあるみたいな。はい。石川だるきって書いてなかったですか。書いてないでしょ。ガチで人んちでしょ。あと、フルネームなかなか書かないし。もう予約とかして。予約制で。そんなに、うん、はい、あれやってくださいよ、自身の YouTube で。コンビニ飯食う企画。で、あの、パッケージとか取っちゃうんで、どれが一番うまかったかっていう。なるほどね。各コンビニから俺みたいなの出て、はい、さっきね、いろいろグルメなのは知ってたんですけど、あー、 そのセブンイレブンのプレミアムを全部食うとかじゃなくて、じゃなくて各コンビニからこれが一番うまいよっていうやつを、なるほどね、選んでもらって。あ、それ面白そう。 でどこが一番剥がせばもうどれか分かんないと思うんで、多分普段利用されてないと、はいはいはい、なんでそれで食べてみて、そのヒロが選ぶ一番うまいコンビニ弁当、それ面白そうですね、はありかなと思ったっすよ。それいいな。はい、いいっすね。あれだと思います。いいやん、ありがとうございます。まだ行きたかったんですけど。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。